はい、皆さんこんにちは。佐々木敦でございます。11月は今日でも30日木曜日ですね。早もう今日でおしまいなんです。あっという間に、なんか、早いわ。もう明日から12月師走ですか、ほんまに。いやほんまにね。行きましょうか。今日はまだ木曜日なんでマーケット開いています。10時40分です。今日寒いと思って厚着していたら暑いやん、ほんまに。千代田区12度だそうですけどね。なんかここ歩いてきたらですね、26度でしたよ、あのスマホの温度計で。日経平均はマイナス140ですね。ちょっとあれですね。ドル円は147で、まあこんなもんですか。香港はマイナス38、まだ開いたばっかりですね。原油堅調77、金先物2040と、なかなか堅調ですね。注目ドルウォン1290と、まあこんなもんでしょう。またこれは、まあ今日はそんなにトリッキーではないですね。はい。はい。はい。行きましょう。本題はですね、昨日このニュースが流れて、はぁ、と思いましたけど、これは日本経済新聞、昨日の朝10時48分ですね。日大アメフト部廃部、薬物問題、学長副学長辞任決定ということで、これは読めるのかな、読めますね。日本大学アメリカンフットボール部の違法薬物事件で、日大は29日アメフト部を廃部にする方針を明らかにした。同部では8月以降麻薬特例法違反容疑などで部員が3人逮捕されており、部内の違法薬物の広がりが疑われる状況で存続は難しいと判断したとみられる。関係者によると同日の臨時理事会で廃部について協議したという。日大広報課は学内の手続きを経て正式に決定した際にコメントを公表するとしている。一方、同日の臨時理事会で酒井武雄学長が年度末、澤田康弘副学長が年末に辞任することが決まった。林真理子理事長は減給 50%、6ヶ月の処分とした。広報課は今後不退転、の覚悟で大学運営の健全化を図り、社会からの信頼回復と教育機関としての使命を果たすべく努力するとコメントしたと。まあ以下ありますけど、なんか私は納得しがたいものがありますけどね。日大といえばね、フェニックスなんですよ。日大の数あるスポーツの中でですね、一番こう代表格ではないんですか、日大のフェニックスというのは。私のような関西人からするとですね、僕の年代は特にそうですけど、関学 KG ファイターズとですね、日大フェニックスのですね、対決というものはですね、まあ、年中、なんていうか、風物詩になるんで、最近はダメですよ。最近はダメですけど、昔はね、それが当たり前やったわけですよ。で、関西ではね、皆さん、関東の方はご存じないかもしれませんけど、割合ね、アメリカンフットボール盛んなんですよ。関東はラグビー盛んですよね。あんな感じで、関西はですね、アメフトが盛んで、一時あれなんですよね、兄弟もですね、強かったりした時があってですね、ギャングスターなんですけど、格好盛んですね。で、東の代表格はですね、その日大であって、もちろんですね、各6大学全部ありますよね。で、法政も結構強かったりしますよね。でも、まあ、やっぱり関東といえば日大フェニックス。ここのところよろしくないですけどね。でそれをね、廃部にすると、そこまでしなあかんのという。前にも言いましたけど、薬物犯罪というのはね、被害者いないんです。
だからそれによって誰かがひどい目に遭ったとかそういう人いないわけですね。まあ本人が被害者といえば被害者ですけども、でまあ言うてみれば自傷行為みたいなもんなんですね。ただ法律でですね、使ってはいけないという薬物を使ったというだけの話なんですね。だからですね、犯罪として摘発されてもですね、初犯は 100% 執行猶予がつきます。反省すればね、要は軽い犯罪なんですよ。なんていうかささっと使ってる分にはこれ泥沼にはまったらいけませんよ。中毒になってもそれでどうしようもないみたいになったらあれですけど、この見てるとですね、そんな感じではないですね。ちょっとおもろいからやってみようかみたいなそんな感じでしょう。そしたらね、そいつらちょっと定額にするぐらいでですね、ええんちゃうのと。ほんで活動停止半年とかでええんちゃうのと僕は思うんですけど、なんで廃部にするんやろうと。それってね、要はね、日大のこの理事会とかその学長とかの側の対応が下手やったわけでしょ。危機管理、いわゆる危機管理で失敗こいたわけでしょ。危機管理で失敗こいたのをな、学生たちに責任負わすなよ、お前らが悪いよ、はっきり言って。君らが下手打って下手な記者会見を何度もやったさかいに世間の印象が悪くなったわけでしょ。僕別にそんな思いませんよ。学生って悪いことするんですから大体は。でちょっとあれで、ね、タイムあんねんやってみようかって行くやん、そんな学生はあおもろいやってみようみたいなでしょ。そんなもんですよ学生というのは。まあそれは本来いけないことなんですけど、だから当然ですね、そういうことしたらあかんねんでということを知らすためにですね、活動停止とかっていう処分を食らわさなあかんわけであって、そのなんていうかまあそれは社内というのはありますけど、今回ねその学校側の対応がね問えてたわけですよ。12日間隠してましたみたいな要はその12日間に何も なければこのまま隠し通そうという意図が見えたわけですね、あれ話聞いてると。でそれをね、林真理子はですね、澤田がみんな悪いやというふうにして、そっちを首切って自分は大丈夫ってやろうとしてるわけでしょ。もう超醜いやん、はっきり言うて旗から見てると。それで最後はアメフト部廃止でって関係ないやん、そんな薬物使って逮捕された3人でしょ。これは5人や10人使ってるか分かりませんけど、アメフトなんて100人ぐらいいるわけでしょ部員が。そこでなんでこの伝統あるアメフト部を廃部にするんやろと、なんか私は納得いかんなと思いますけどね。まあと言いながらね、3、4年経てはねまた送検するんですけどね、多分そういう流れだと思いますけどね、密かに送検みたいな。それでこの3部が4部から初めて上がっていくみたいなですね、そういうドラマを作るんでしょうけども、まあそれにしても今の現役の人たちはですね、もうプレーできなくなるわけですね。かわいそうっちゃかわいそう。あの人が過ぎて入った人もいるわけでしょ、まあ、もちろんね、体育会は厳しいですけども、なんと言いましょうかねもういや、下手打ってんのは大人の方やんと。大人がのその下手打ってイメージあるなったのをですね、学生に責任取らそうという、そうとしか私には見えないんですけどね、なんとも納得がいきませんでなんでその澤田副学長とですね、学長ですか、酒井学長ですか、は首でですね、林真理子は政府なのそれは変ちゃうのって、3人揃ってやめたらええねん、ほんなもんと私は思いますけどね、しかし今回つくづくですね、危機管理というものをこう、危機が発生した時にね、もう怒るのはしゃあないやん、発生した時にその後の対処法というのをですね、今年はこの他にですね、日大、ジャニーズ、宝塚3本柱でしたね、ほんまにね、ほんまに全部失敗してるやん、ほんまに。日大なんて危機管理学部があるにもかかわらず、あの手たらくですよ。もう、まあ、君らそこで何やってんねんという世界ですよね、ほんまに。はい。まあ、ということでございまして、このですね、私、最初の方しか読んでませんけども、日本経済新聞のですね、アドレスを貼っておきますんで、確認をされたい方は行ってみてください。
はい、皆さんどうもありがとうございました。